はい、正直言って。はい、それでは、基本形態入りますよ。うちの字立ち、おーい。いい構えて。はい、よし。内側にちょっと絞っていきます。ね、はい、両肩を。両肩クロスというのは、拳を軽く握って脇を閉じた状態。空手でいう脇を締めるというのは、ここを締めるということではないです。この前肩を閉じていくんです。前肩をね、胸と肩の境目を、ここを閉じていく。ここを閉じて強いパンチを打つ。これを中心線に向かって相手を捉えて中心でこの突きがクロスしてフォロースルーが効くとここまで打ち抜くというイメージですね。これを打ってください。はい、はい、そしたら右手を振って右で打つ時には骨盤をしっかりと後ろに引いていきますよ。この骨盤の回転を使って打っていきます。はい、軽く1、2、3、よいしょ、よいしょ、いきます。はい、軽く1、2、3、半身にして、この半身にして、へそを軸足の付け根から軸足の付け根の上にボン乗せ返して、乗せ返して、体のこの振り幅をしっかり使って打ち込んでいきましょう。よし、正解ですよ。1、2、3、よいしょ。で、この時に、皆さんパラパラ。で、ここから要するにパンチを打つんですが、せーのでお互い相手がこの距離入ってせーので打ったらボン、これ当たるわね、これね、もらってしまうよね。だけどこの時にね、このおへそ帯の結び目が軸足から軸足の付け根の上にこういうふうに移動するのね。こういうふうに移動する、こういうふうに移動する、こういうふうに移動すると、せーのでドン、こう乗ったでしょ。まっすぐ打ってますよね。僕のパンチは当たりますよね。相手のパンチは当たらないですね。これが基本稽古の正しい打ち方なんです。今度左、せーのドン、ゴン、こうだったわけ。だからこうして止めて打ってると危ないんですよ。当たるから。これ乗っかった分、なんかこう、ほんと拳一つもなんだけど、中心線が相手の正中線からスッと外れる。ここで打ち込む。これが構えていて、ポンとフェイントかけといて、せーので動かる。ガーンとこうで当たる体重移動ですね。これ後で練習しますけど。はい、これを意識、これも全ての蹴りも一緒ですよね。先輩、すいません。例えば、構えてください。じゃあ、例えば左のパンチしましょうか。せーのでフッ、あ、ごめんなさい、こうこう立ってでしょ、はい、せーの、こう狙ってきてね、はい、せーの、フッ、この半、このへそが軸足の上にスライドした正中線がほんと拳一つ分スッとずれる。この位置からスパーンと蹴る。これは基本ゲームです。だから、このまま蹴ってるともらうわけ。だから、へそをスライド、スライド、スライド、かけると相手の打ってきたのに対してカウンターが取れるという、自分の蹴りだけ当てて相手の攻撃をもらわない、これが基本稽古の極意です。これを分かって基本稽古をやらないとダメなんです。分かりました。はい、構えて、はい、構えて、1で1挙動、ワンツー、はい、1、ボンボン、この時に乗ってますか、前足に重心が、へそが乗ってますか、乗ってるかどうか、この足で1本で立てるかどうか、立てれば正解です。そう、立てれば正解で、この時にも、この時にも足伸ばして立っても意味ないんでね、こ
この上にさっきのだから この股関節と膝の使い方やねんな、うん、膝がつま先の方向に抜けながらおへそが軸足の上に乗っかっていれば心で体の軸をきちっと支えられるはずなんです。それでこれができると一本で立てるんです。これがいつも僕がやるこれやな、これこれで止まれる、止まれた状態から打ち込む練習です。いきますよ、いいですよ、ワンツーワンツーでこの音しっかり乗せてくださいね、はい、1カンカーン、そのさやな、そのままな、そのまま、はい、その軸の位置で左のフック、はい、ゴン、バッバッ返す、そうです、回数も戻って、はい、1ババーン、前に乗ってますか、乗ってますか、はい、はい、カーン、もう一度この位置で打つ、この位置で打つ練習、この位置で打つ練習、ここから戻すと危ないですよ、戻すと危ないです、いくぞ、はい、1ババーン、はい、かしめ、はい、1ババーン、はい、かしめ、はい、まあもちろん相手のポジションの関係にもよるけど、このレバーボディを押すときにはこの角度ですよ、斜め向こう、そう、45度ぐらいの角度、35度ぐらいの角度でもいいんですけど、このまま向こうに突き刺していくイメージです。絶対に自分の方に引っ掛けちゃダメですよ。もうすごく体の使い方がすごく分かりやすくて、特にこの体幹の使い方をすごく師範がおっしゃってるので、これで本当に普通に総合格闘技にもすごく通ずる部分で、はあ、勉強になります。ここでポン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 って打つのではなくて、トントン、ここで打つ練習、わかります？ちょっとみんな見えるとこ来てよ、みんなの三角箱を打つ時っていうのは、ハン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 ってこうして打ってるでしょ、ハンハンハンってこうして打ってるでしょ。これはさっきも言ったように足は左に抜く、トンパン、ここで打つ、でこの位置で叩く、この位置で叩けるといくつでも叩ける、ビーズ戻さなくても、この軸中心にして叩けるという、ね、だからワンを打つときに左足を抜く、2で頭を振ってるというイメージでもないです。普通にワンツー打ってんねんけど、へその位置がだからこれはもう基本稽古やね、こう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 打つでしょ、基本稽古は。へそを軸から軸へ。だからこれだって足をサイドに抜いてるだけで、へそを軸から軸に動かしてるだけ。ということです。そういう意味でちょっと打ってみてください。はい、構えて。はい、僕ちょっと見て回りますけど、時間ちょっと決めずにやってみましょう。で、上半身で温まってきたら今度蹴りの方に、蹴るとコンビネーションの方に変わっていきますから、よし、お願いします。そしたらまずここにジャンプ、ここにジャンプ、次に戻って、はい、さあ今度はここにワンツーなんですけど、はい、ジャンプ、ジャンプの時には左足、ちょっとサイドに、でも重心はここに残ったまま、残ったままで、でそれを押すときにこういうことですね、はい、ジャンプ、パンパン、はい、パン、はい、振り幅も大きくなったらタックルで抜かれるやろし、だからノーモーションで打つっていうのがやっぱ多分打撃の試合でも総合の試合でも、はい、めちゃくちゃポイントになってくると思う、強く打てない感じがするんだけど、インパクトのポイントを知ると、はい、僕らもう5センチで倒せる自信があるので、それをちょっと、まあ、覚えてほしいです、はい、なのでちょっと前にポイントを出して、はい、大きかずにでもインパクトだけパン
パン。でね、これをね、パンチがね、ちょっと強く掴んで。はい。右手だけでいいから。右手だけでいいから。これが、こういうふうに上に行かずに、イメージとしては、こういうふうに、こうやって、こうやって上に。こういう感じ。これがそのさっき言った前肩をパンチを浮かない、浮くと脇の下に入られる。これがここで、はい、ここで構えたら、ここが要はそのパンチを背中で打つのは、この肩甲骨がずっとここで後ろでついたてを作ってるから、後ろに逃げない状態、ね、これが後ろに逃げると当たった時こうなるわけでしょ。これがこの前肩の時はこの肩甲骨がガチッと壁になって、でここからこうでしょ。これ何に使うかというと、その右足のこれと右の骨盤のこれなんですよ。これでポンで、この時にこういったインパクトの瞬間にこの足をしっかりと踏み込むと、これが使えばいいんです。はい、そうするとこの力はまっすぐ入るんです。そういうイメージだけ、イメージだけ、はい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 、どうかな、はいカーン、はいうん、はい、もっとこのテイクバットな、はいシュシュ、はいカーン、はいはいカーン、もっちっとち金玉がはいポジショニングどうかな、ポジショニング。さあ、そしたら次の練習は、ワン、ツーを打ってこっちに乗りましたよね。乗ったら、今度ね、ちょっとやりづらいだろうけども、片足の状態で、ケンケンしながらパンチの左のパンチを打つ練習。そうです。こんな打ち方したら、左のパンチは強く打てるわけはないので、もうビンタをしてるイメージでいいです。ビンタをしてるイメージでいいので、あかん、パン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 、こういう感じです。ビンタでも軸がしっかりして肘が走るとそれなりのインパクトで打てます。左の軸で打てるかどうかすごい、めちゃくちゃきついですよ。きついですよ、体幹が。それだから結構体幹っていうのはそういうことなので、その軸がぶれなければ空振りしてもバランス崩れるし、相手がその例えば組んできたタックル入った時でもその軸がぶれなければ対応ができるはず。それはぶれるので、はい、崩れるのでああって捕まってしまうわけで、うん、いいかな。先のワンツー打って、ワンツー打って、で肩、それで片足状態になりました。はい、でここからけんけんで、はい、パンパン、はい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 距離があればあるほど拳の角度が変わってくるんで、距離がロングだったらこうやし、だんだん近づけば近づけるこっちなんですよ。今度は一度だから離れ際にコーンと持ってこう広げたんですが、これねこうやってこうくっつくでしょう、はい、ここからここから、はい、体重を右足にスライドさせる、はい、
それは何かって言ったら、そこを右足にスライドさせて、それと同時に、パーッと左を開く練習なんです。それをその時は、こっちがこれで当たる、この距離。はい。ちょっと最初ゆっくり、最初ゆっくり、はい。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 押しといて、押してる状態から向こう向こうにスライドして、せーの、パン、はい、せーの、パン、はい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 、しっかりこれ体重移動するね、はい、で、開けてから打とうとすると、ここに打たれるから離れた瞬間にはこれがパーンと飛んでいってるんで、これ井上尚弥のキックですね、はい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 、これが当たったら、これが当たったらこれかかせるでしょ、せーの、ふっふん、はい、でここはもうちっちゃく先みたいにちっちゃくて、はい、当てたらこう動かすんです、はい、はい、ふっふん、はい、はい、ふっふん、ここで、はい、ふっふん、はい、はい、ふっふん、はい、ふっふん、オッケー、グッド、よーい、はい、はい、はい、一回一本一本必ずこう戻していく、このままで音じゃなくて、ちょっと正直左のちょっと2当たり見てくださいよ、こういうイメージ、今のさっきの点検のやつ、はい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 、僕らは打てるからこれができる。だからペアで練習するときもこういう練習ちょっとしてみても面白いと。いつも言ってるようにミットを持つ人じゃん。これミットを持ってるっていうのは実はこれ受けてるんじゃなくてパンチのインパクトを確認してるんで。僕がミットを持って打ってきたら自分で打ってるつもりで受けてますから。このインパクトね。はい、ちょっとシャドウしてください。オッケー、ジョニー君。こういうのを。はい、ちょっと頭こっちへ振って、こっち振るやんか、はい、ここに腹あるやんか、それをもうほんとちっちゃく、はい、ポンポン、そう、もう、もう、はい、はい、せーの、ポン、こうだけ、ふっ、ふっ、そんなに回転させなくても、はい、もう、はい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 、今度はそれコーン打って、コーン打って帰ったら上に、ほら、はい、コーン、ああ、まあ、これをこの軸の方で、はい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 、ちょっと一瞬フッと沈んで、コンコンフッと沈んで、それをもうちょい押さえて、今こっちにパンチが飛んでいったのをこっちへ離陸するのではなく着陸するイメージ、そこの一瞬をフッとワンテンポずらすことによって相手のタイミングがずれる、カンカンカンってパンパンパンとパンパンフッパン、うん、はい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 、これで打ってるイメージ、ここで打ってるんだけど、ついてる道具はこれっていう、ここでこうじゃなくというイメージ、実際にはここで打つんですよ、
物を打つときには、実際に物を叩くときには、いかにこのヘッドをピンポイントで当てて、その瞬間にカンと石にするか、あとゴムみたいなのにカンと当たった瞬間だけ石にするかなんですけど、シャドウのときには肘を意識してください。よし。さあ、じゃあちょっと蹴りの稽古に入りましょうか。よし。